努力していることは自分の当たり前を変えるっていうことです。週に1回の休みから月の半分休んで目標売上に到達する当たり前のチャレンジです。一人では絶対に挑戦すらしなかったけど仲間がいるから一緒に目指すことができました。それで今は世界を驚かすために伝承者を募ってチャレンジしています。どうやって驚かせるかというと クリニックや大手発毛サロンでの非常識なことを美容室での常識にしていくことです。具体的には副作用なく安心安全に短期間で超高確率での薄毛改善。これを常識にしていきます。で、こじんまりした夢や目標しか描けなかったのに、本当にやりたいことを描けるようになって人生が面白くなってきています。 私はラブレター構造でのライティングを頑張りました、努力しました。なぜかというと、今まで自分の自己流で書いていたんですけれども、自己流ではなくて、型があって、その型に沿って書くことで、本当に伝えたいことが伝わるんだ、伝わったということをお客さんからフィードバックいただけるんだっていうことを体感してみます。 なので、今までやっていた自己流で書いていたライティングを型を活用させていただくことで、えー、変わってきたっていうことが私にとって一番大きいことです。はい。はい。あのー、毎日努力していることがあります。あのー、これはあの、教えていただいて、そして実践しようとして、えー、努力していることなんですけど、人と違ったものの見方、捉え方、そこから 新しい価値を生み出していくチャレンジ。えそれから、自分がこう、これまでこう、どっぷりこう、ね、使ってた当たり前っていうものを、これをこう変えて、で、師匠のこう、当たり前のこう、えー、ところへ自分をこう、上げていくってですね、そういう,う、チャレンジっていう。で、これって、あの、どこのセミナーのそんなことを教えてくれることころないあ。ましてや、会社員の頃にですね、そんなことなんて、もう、 考えたことなかった。でも、今はですね、本当に新しい、こう、チャレンジってことに、こう、努力している。なかなかね、あの、えー、一日でできるような話ではないですけれども、それにチャレンジして、少しずつ自分が成長していくっていう、そういうことを、味わっているところです。 SNS で発信して集客するっていうことは、さっき長瀬さんがおっしゃってた、ラブレター構造っていうのをきっちり使わないと、人に伝わらないっていうことを学びました。で、私はほん、あの、実際、長瀬さんのところにお世話になる前に、一つ企業塾も入ってたんですけど、そこではなんか教える教える教えるで、教えてもらったことをやるっていうことの繰り返しで、自分ではできてたつもりになってたんですけど、長瀬さんのところでお世話になったら、そうじゃなくて、 あのきっかけ自分で考えて動くっていうことの寄付を全部教えてもらってるのでやっぱりそれって自分の人生の中においてもとっても大切なことだなと思って今そこをあの自分で考えて動くラブレター構造で人に伝えるっていうことを一生懸命頑張ってます。